よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。日本語はどのくらい勉強してますか？5年ぐらいですね。ああ、そうなんですね。はい、うんうん、結構長い間勉強してますね。はい、そうです。日本語を勉強しようと思ったきっかけはありますか？多分、一人旅で日本に行ってました。はい、はいはいはい、その時本当にいいところだと思って、興味を持つようになった。はいはいはい。それで、もっと、田舎の方に行きたかったので、日本語が話せば、多分そういうところに行けるようにななると思いますね。はいはい、はいはい、うん、そうですね、うんうんうん、日本の前は日本のどこに行きました？初めていた時は大阪に行きました。はいはいはい、うん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 、そうなんですね。はい、大阪では何をしましたか？そうですね、お城に行ったり、うん、はいはい、美味しいものを食べたりしました。何か印象に残った美味しい食べ物はありますか？あ、そうですね、大阪はやっぱり、うんうん、たこ焼きとか、あ、お好み焼き、お好み焼き、うんうん、はい、有名なんですね、うんうん、はいはい、はい、そうですね、有名ですね。うん、他に日本の食事で好きなものはありますか？はい、私は寿司が、うん、ああ、そうなんだ、はい、何のネタが好きですか？ネタって何ですか？うん、ネタは、ご飯の上に乗ってる魚のことです。うん、そうですね、魚の名前はわからないんですけど、いつもなんか写真を見て注文するみたいな感じで。そうなんですね。うん、じゃあお魚、生のお魚は結構食べられます？はい、はい、日本に行く前は本当に食べられなかったけど、はい、日本に行ったら本当に美味しい魚を食べました。うん、ああ、よかった。うん、だから食べるようになった。ああ、そうなんですね。うん、よかったです。はい、くるみさんはどうですか？はいはい。私はお寿司大好きです。うん、じゃあ普通は回転寿司か、うんうんうん、これはなんていう、回転寿司じゃなくて、うん、カウンターのお寿司かな。はいはい、カウンターのはい、はい、お寿司屋さん。うんうん、どっちの方がよく行くの？私は回転寿司の方が多いです。近所に安くて美味しいお寿司屋さんがあるので、そこに行きますね。あ、そうですね、うんうん、一番有名な回転寿司チェーン、うんうん、うん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 、何ですか日本では？今一番有名なのは、スシローかな。スシローですか？うん、多分今すごく人気が上がっています。シンガポールでもありますよ。あ、そうなんだ。はい、そっかそっか、うんうん、多分すごく今業績がいいです。うんうん、あ、そうですか、うんうんうん、シンガポールのスシローは行きますか？はい、行きます。多分日本ほど美味しくないんですけど、まあ、他の回転寿司ショップと比べたら結構美味しいです。あ、そうなんですね、うんうんうん、シンガポールは、うん、あ、ごめんなさい、どうぞ。はい、いやいや、どうぞ。ビデオだとこの会話がちょっと時差があるから、ね、はいはいはい、被っちゃいますよね。はいはいはい、はい、くるみさんは寿司以外どんな食べ物が好きですか？うん、ラーメンが好きですね。豚骨ラーメンが好きです。豚骨ラーメン、そうですね、うんうんうん、食べたことありますか？はい、あります。美味しいですね。うん、美味しい、はい、うんうん、そうですね、うん、ちょっと濃い、濃いって言うんですか？うん、濃いですね。うん、そうです、濃いです。
あと結構匂いがしますね。あ、そうですね。くるみさんは料理しますか？料理します。毎日します。毎日ですか？すごい。夜ご飯は私が作ります。一人暮らしですか？今は二人暮らしです。あ、そうですね、すごい料理できるそんなに得意じゃないですよ。あ、そうですか。じゃあシンガポール人はあまり料理ができる人が少ないんですね、特に若者。あ、そうなんだ。へえ、なぜですか？あ、そうですね、シンガポールでは材料はそんなに安くない、あ、そうなんだ。はい、だから外食、外食の方が安い、と思います。そうなんですね、だから作る必要がない。ないんです。ああ、そうなんだ、そうなんだ。あとは作る時間もないんですね。なるほど。じゃあいつもは外でご飯食べる感じですか？そうですね。そうなんだ。くるみさんはどんな料理を作りますか？普通の日本料理なんですけど、カレーとか、肉じゃがとか、ハンバーグ、焼き魚とか。ハンバーグ。あ、ハンバーグ。はい。自分で作りますか？作りますね。すごい。あんまり得意じゃないですけど、でも料理するのは好きなので頑張って作っています。どうやって習いましたか？親から習ったのも少しありますけど、あとは最近は YouTube 見たり、あとはクックパッドっていうなんかレシピのアプリを見たりして見ながら作ります。そうですね。すごい。じゃあ日本料理じゃなくて、国際、なんていう、国際料理も作ったことがありますか？最近だとトルティーヤ作りました。なんかこういうの買ってきて中身作って食べました。難しいの？あ、なんか簡単にできるセットみたいなのを買ってきてやりました。そうですか、すごい。外食は何を食べますか？そうですね、ファストフードは結構食べてます。よくないんですけど、はい、マクドナルドとか、はい、シンガポールではモスバーガーもあります。人気ですか？はい、結構人気ですね。でも量はマクドナルドほど多くない？そうなんだ。はい、あとはなんだろう、ケンタッキーとかはどうですか？はい、それもあります。あと牛丼とかありますか？牛丼、はい、すき家っていう、はいはいはい、すき家、今吉野家、はい、あ、吉野家、はい、あります、はい、あ、そうなんですね。日本のチェーン店ですね。はいはい、そうです。なんかシンガポール人は日本料理大好きで、あ、そうなんだ。そんなレストランとかファストフードチェーンとかたくさんあります。そうなんですね。シンガポールのどんなところが好きですか？場所っていうことなんですか？他のと場所じゃなくて、場所じゃなくても、はいはいはい、あまり、そうですね、難しい質問です。はいはい、そうですね、私はそんなにシンガポールのことが好きじゃないから。ああ、そうなんですね。はい、はい、好きなところなんですね。はい、国際料理はたくさんあります。それが、いいところなんですね。何でも食べられます。じゃあシンガポール
以外に好きな場所はありますか？国？ああ、じゃあそれは日本、やっぱり日本ですよね。やったー。はい、はい、あのくるみさんはあの、うん、海外にも行ったことがあるんですよね。うんうん、あります。スイスとアメリカに行ったことがあります。うん、住んだことがあります。うん、そうですね。スイスは10ヶ月間住んでいました。うん、ちょっと長いですね。何のためだった？クラシックバレエを勉強するために行きました。留学ですね。すごい。当時は、うん、すごく大変でした。なんで？いろいろ日本語しか話せないぐらい、英語は少ししか話せなかったのですごく生活が大変でした。うん、そこに住んでいた日本人は多いんですか？うん、同じ家には日本人もう一人住んでいて、うん、学校にはだいたい6人ぐらい日本人がいました。うん、じゃあよく集まったりしましたか？そうですね、うん、よく会ったりとか話したりとかはしてました。じゃあいい経験だった？うん、そうですね、いい経験でした。いいですね。お家もイギリス人のおじいちゃんのお家に女の子2人でホームステイしてたので、そのおじいちゃんとは英語で話さなくちゃいけなくてすごく大変でした。うんうんうん、でもスイスは物価が高いですよね。うん、そうですね。それはどうだった？スイス、うん、あのスーパーの買い物は、まあ、東京とあんまり変わらないかなって思うんですけど、外食はすごく高いですね。うん、普通にちょっとランチしようとか思っても3000円とかいっちゃったりするかな。そうですね、ああ本当に高い。ええなって思いました。あとは家借りるのも高いらしいです。うーん、私はホームステイだったのでそんなに高くなかったですけど、住むのすごく高いって聞きました。うーん、じゃあどうだった、あの行く前はたくさんお金を貯金するとかしましたか？私は19歳だったので大学に行く代わりに親が出してくれました。あ、いいですね。なので、うん、そう、よかったです。自分でだったらねすごく大変だったと思います。そうですね。あの、じゃあなんでスイスを選びましたか？バレエの留学をしようって思った時にいろいろ学校を探して、習いたいカリキュラムがそのスイスの学校にあったのでそこを選びました。じゃあ有名な学校だった？あんまりすごく有名っていう感じではないですけど、前にも日本人が何度か行っている学校でした。日本人の先生がいました。あのスイスに住んでる日本の先生がいて、手続きとかもその人が少し手伝ってくれるので、それもすごくいいなと思って。じゃあ安心ですよね。うん、そうですね、安心ですね。うん、じゃあそれはスイスですね。じゃあアメリカにも住んだことがあるの？アメリカは1ヶ月だけサマースクールに行きました。どこに行きましたか？ニューヨークの端っこら辺にあるなんか大学の中の施設に行きました。経験はどうだった？アメリカに行った時の方が大変でしたね。そうですか。スイスに行く前にアメリカに行ったんですけど、スイスに行く時よりも英語が分からなくて、なので先生が言ってることとか友達が言ってること全然わからなくてコミュニケーションすごく大変でした。じゃあ毎日緊張してるっていう感じ？毎日すごく緊張してました。お
本当にわかりますよ。ドキドキしますよね、本当にね。はい、ご飯とかも全然違ったので、すごく、びっくりしたし、慣れるのに少し時間がかかりましたね。もう夜とかにピザが出たりとか、あ、アメリカンだなって思いました。うん、じゃあ、行ったところ、説明、印象のアメリカと、はいはい、同じだった、スイス、どうやって言いますか、アメリカイメージしたアメリカ、はい、うんうん、はい、同じだった、同じでしたね。同じでした。ちょっとびっくりしたところもありますか？びっくりしたのはシャワーしかなかったことと、それは知らなかった？行く前、行く前にお風呂があんまりないだろうなとは思ってたけど、本当にないとは思ってなくて、ちょっとびっくりした。あ、シャワーしかないって思いましたね。それはお風呂って、日本人にとっては本当に大切なものなんですね。そうですね。私は毎日入りたい人なので、お風呂がないのは辛いです。そうなんですね。あとはトイレのドアが短いことにびっくりしました。短い、日本のトイレって上から下までこうドアがついてますけど、そうなんですか。寮のところのトイレは、なんか全然覗けるぐらいの長さしかドアがなくて、それすごくびっくりしました。あ、見えるって思って、はい、すごいびっくりしましたね。日本でびっくりしたことありました？はい、トイレの、綺麗さ、そうですね。ちょっとびっくりしました。日本トイレすごく綺麗ですよね。はい、本当にリラックスできます。そうですね。はーって感じ。はい、出たくない。はい。乙姫とかも。びっくりしました。あのなんか音、流水の音、ザ、はい、ーって。はいはいはい。はい。それもちょっとびっくりしました。なんであるかって思ったんです、ね。そうですよね。はい、くるみさんはその音使いますか？使います。それこそスイスに行った時とかアメリカに行った時はなかったので全然気にならなかったけど、日本にいるとみんな使うから自分も使おうって思いますね。初めてスイスとアメリカのトイレに行ったら、ちょっと びっくりっていうか大変だった、その音がちょっと最初は恥ずかしかったです、ね、あ、そう、すごい聞こえるって思いました。面白い。まあでもだんだん慣れるもんだなとは思いました。あとは他には何かありました？日本と違う日本の違うなって思ったこと。じゃあまたトイレの話なんですけど、はいはい、日本の家のトイレは、なんていう、シャワーとトイレ、違うところ、別ですね。そうですね。それはちょっとびっくりしました。シンガポールは一緒が多いですか？はい、一緒。はい、あ、そうなんだ、はい。アメリカはどうですか？アメリカの時は、寮のシャワーとトイレは別でしたね。でもスイスのうちはお風呂とトイレ一緒でした。一緒ですね。でもスイスのお家はちゃんとバスタブもあったのですごく嬉しかったです。よかったと思ってお風呂あるって思いました。ただ2人で女の子2人で使ってたので、どっちかがお風呂に入ってるとトイレに入れないっていうのがちょっとね不便でしたけど。
一人暮らし日本人でも、うん、お風呂を使ってますか、うんうん、毎日。ああ、どうなんだろう、使ってる人が多いと思います。でも水を使うそんなに使うのは、うんうん、高くないんですか、うん、で確かに、うんうんうん、お家によっては高いと思います。あとは、貯めておいて追い炊きって言って貯めたお湯を、うん、もう一回機械が吸い込んで温めて温かいお湯にして戻してくれるみたいな機能がついてるお風呂もあるので、そういうので使ったりとか、あとはマンションによっては定額です、水道代がもう毎月同じ金額、どれだけ使っても同じ金額っていうところもあります。そういうところだとお得ですね。じゃあ、くるみさんはまた海外に住みたいんですか？住みたいですね。また行きたいです。じゃあ次はどこに行きたいんですか？今は、シンガポールと、あと台湾に興味があります。じゃあ旅行で行きたいんですか、またはなんかもっと長い間ちょっと住んでみたい、ちょっと住んでみたいです。旅行で例えば4泊とか5泊とかじゃなくて1ヶ月とか2ヶ月とか、少し長く滞在したいですね。じゃあくるみさんは今、こんなアイトキの仕事をやってますね。じゃあ、できますよね。なんか1ヶ月とか、海外に住んでるっていう。そう思います。すごくやってみたいです。コロナがね、落ち着いたら。そうですね。今ちょっと、無理なんですね。日本のパスポートだと、いろんな国がだいたいビザがなくても3ヶ月ぐらい滞在できるので、それやってみたいなって思います。海外に住んでいた時は一番大変なことは何と思いますか？一番大変なことは病院に行く時ですかね。スイスに行った時一回怪我をして一人で病院に行ったんですけど、病院の先生はドイツ語しか話せなくて、私は英語しか話せなくて、すごく大変でした。説明するのすごく難しい。日本語だとこうやっていろいろこういうふうに痛いとかどこがって言えるけど、外国語だとすごく難しいから病院は辛いって思いましたね。その時はどうだった？何をしましたか？その時はもうこうやってここがジェスチャーばっかりです。ジェスチャーでジェスチャーと単語でなんとかやり取りをして、でいろいろなんか書類とかもらったけど読めないし、薬もなんだかわかんないし、ちょっと怖かったですね。それは何年前のことなんですか？それは7年前かな。今は翻訳できるアプリはたくさんありますよね。その時はそういうアプリとかあった？ありましたありました、そういうので頑張って、トランスレートしてもらったりとか、しましたね。病院の先生にはボーン、It's okay って言われました。それじゃ何か分かんないよって思いましたけど、骨が大丈夫だっていうことだけしか分からないまま帰りました。何の怪我かまでは分からなかった、それ一番大変でしたね。日本に来て何か困ったこととかありました？はい、実は2年前、1年間日本に住んでました。そうなんですね。その時は今ほど日本語が話せなくて、ちょっと大変だった。そうですよね。手続きとかも、住んでいたところは
田舎のところだったから、はい、でもあのなんかジェスチャーが、ジェスチャーするのは、あ、うまくなりました。そうですね、こうやってこれが、はい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 、一生懸命ね伝えようって、はいはい、うん、そうですね、そうですね。2年前はどうして住んでたんですか、日本に。お仕事ですか、はい、勉強、ALT 先生、はい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 、はい、行きました。はいはい、うん、ああそうなんですね、うんうん、じゃあどっかの学校で教えて、はい、うんうん、そうなんだ、はい、小学校と中学校で、はい、教えていました、英語、うんうんうん、どうでした、教えてみて。はい、本当に楽しかった、うんうんうん、いい思い出になった、うん、また教えたいですか、日本で。はいはい、できればまた、うんうん、行きたいですね、はい。